おっしゃ、それではノットアナザーニードルゲームですね、続きをやっていきたいと思います。今回は下りのステージ5っていうことで、この動く床ステージですね。まあこのギミック自体はね、難しいけど嫌いじゃないんで死んじゃったけど、オッケー、頑張っていきましょう。怖いのはこれ下り切った、あ、ちょっと待ってよ。あ、なるほど、ドット調整はこのためにあったと。そう、怖いのは下り切ったあとまだ続くのかなっていう、それだけがほんと怖いですよね。で、なるほど、前回やった時もなんで上にこの動く床があるんだろうって思ったけど、この時のためにあったってことね。むずい、特にここ、よし、いける、いった、やっと、結構死んだ。で、やべ、ちゃんと飛び出さないと2段ジャンプにはなんないと。早めに飛べばちゃんと2段ジャンプにはな、うっそ、あっはっは、そっち行っちゃうの。まず折り返そう、こう、はい、よし、んですぐ飛んで、あう、ダメだった、青いとこ行って、ここ結構スピード感求められそうだな。すぐ飛んで2段ジャンプを入れる、ダメだ、届かないの、マジか、届こうもんなら、よし、こっちで、ダッハッ、すぐ飛べばよかった。こんでスイッチの方ですね、マジむずい、よし、こうで、こっからなんちゃって、まあ、ネズミ返しってほどではない、こう、くそ、やってりゃいけそう、こうで行こう、はい、やべ、あぶねえ、いった、で、あう、これどうなんだろう、タイミングよくスタートすればいける？あ、ダメそうだな、ちゃんと間でやり過ごさないとダメですかね。1個目は結構いける、で、2個目以降の成功率よ、こう、オッケー、で、もうこれ駆け抜けでいけません、いけないの、ビビんなければいけそう、オッケー、で、ちゃんとタイミングよく、よし全然動く床なくないですか、ここ、あそこの青だけ、サービスマップってことでいいのかな、これ死なないでいけるんじゃない、すぐ飛ぶ、はい、で、この斜めが怖い、よし、ギャッ斜め越えてそっちに当たっちゃうの、ここは全然やってりゃいけそうかな、すぐ飛ぶ、はい、こで、オッケー、ここも少ないな、え、とりあえずあのハテナに触りに行くってことで良いですかね、はい、まあそこまでの道のりは全然、にゃっ、くそ、ちゃんと飛び出せなかった、まずちゃんとハテナ触ろう、話はそれからですね、合う、オッケー、で、今度そこのハテナを触りに行く、下から、オッケー、で、こうなる、前回もこのマップ結構手こずってるんですよね、ちゃんと2段ジャンプできるように、あ、ダメだな、こう、うここ入り込むのが難しいかもしれないですね、もう手数で押していくしかない、やってりゃいけそう感はあるんで、はい、もうこの辺までは問題ないから、ほんとここ待ってよ、よし、で、え、どうしよう、
もう素直にリフトの足場のとこ行こう。でこっちから行ける。ほんで改めて回り込むと。たださ、ちょっと待って、狭いよ。え、待って、このジャンプ、よし、死ぬなよ。やっといった。でこれもう着地した時点で、あ、当たったよ。このちっちゃい針の左に着地したいですね。一方通行だからここはそんなに難しくない。行き過ぎたとしても調整できるから、こうで、これいけっかな。あ、もういった。意外とすんなりでしたね。でこれは下からだと無理かな。上から行った方が良い。合う。あ、そっか、ちっちゃい針があるから上からじゃないと無理そうですね。青のところはジャンプいらないですね。で要は同じことするだけだから、黄色も右入れっぱなしで越えれる。まずはここ、オッケー。でここむずいな。え、さて、デッドリーブロックがあるから2段ジャンプ目をちょびじゃん。よし。でこのマップとりあえずそのくぼみでやり過ごすんだけど、上デッドリーブロックだから飛びすぎたら死ぬよと。なるほど、避けるときはちょびじゃん。でこう、タイミングよくこう、うっ確かに遅かった。もうちょい早く飛ばないと間に合わないと。シビアすぎるここ。次行く。よし。でやべ、ちょっと待ってよ、次行こう。だジャンプする分考えるともうちょい早く飛ばないとダメなんだな。感覚分かってきたんで、そろそろいける。こうで、こう、飛びすぎ注意。あぶね、次行く。よし。でこれか。まあここはやべ、何回かやってりゃ絶対いける。手数でゴリ押していけばいける。はい、すぐ飛ぶ、頼む。よし。であったな、このマップ。とりあえずこう、合う。ここはもうすぐ飛んだ方が良さそうですね。勢いで上がってく。はい、でジャンプ復活取って、ここ怖いな。オッケー。でもうこれでいける？いきましたね。で降りたらすぐ飛ぶ。いやちゃんとその間くぐるように飛べと。やってりゃいけそう。こう、うーわ、立てなかった。1個目はもういいから、この2つ、よーし、いった。でまた動く床はない。1回ここで上下、よーし、こうで1段ジャンプでこう、いきましたね。え、セーブがないでござる。マジで死にたくない、死にたくない。これやべ、ちょっと待ってよ、落ち着いて。こう、死ぬなよ。行こう。よーし、行った。で100回
ついにここまで来たな。で、またこのハテナをどんどん触っていくと、よっしゃもうちょい頑張りましょう。だいたい半分下ってきたってことだから、で、多分もう一周でいけると思いますね。これ触るとそこの上がなくなるから、もう一回左から出れば、あれ上からでいけますよね。だからこれでもうワープいけない？死ぬなよ。大丈夫？よーし、いった。で、このちっこい針、これ苦手なんだよな、ほんと。です、跳ね上がりそう。で、うわ、これダイレクトにそっち左側行けるかな。戻ってこよう。多分ダイレクト無理だから、一回ここで、こうで、これだな。1段ジャンプ目はいいとして、2段ジャンプ目飛びすぎてもダメだし、ビビっちゃっても届かない。行ってみよう。もうちょい、もうちょいしっかり飛んで良さそうですね。今回で一番難しいかもしんない、ここで、こう一気に大きく飛ぶ。よし、でチョビジャンの 2段ジャンプいくぞ。よし、こんであと2マップかな。とりあえずこれ触っ、あ、一回下降りてそこでやり過ごせってことね。スイッチ触ってこうで、こんでこう、あ、これで終わり。いや、出た。ちょっと待ってよ。待って待って、いや、これはもう成功するとこまでカットしましょう。どうせ死ぬなら序盤で、死ぬなら序盤で、この辺でいったね。はい、いったね。え、いける？死にたくない、死にたくない。よーし、で、これなんか針が降ってくるんですよね。これなんか結局よくわかんないんだよな。関係ない針が降ってくることもあるから。で、ん？あ、これ撃つんですね。で、微妙にロングランマップがまたある。こうセーブないから、とりあえず先を見て大きく飛んでこうで、はてなに触りに行く。はい、で、この隣って、あ、デッドリーブロックか。こう。で、はい。まあ、やってりゃいけるでしょ。前回もいけてるんだし。ここまで来たからには、積みたくないんだよな。むしろ、勢いでクリアしちゃいたいから。はい。この辺は、この辺は大丈夫。問題はデッドリーブロックのマップ。行こう。まずは、こう。で、オッケー。スッと降りて、こう。で、スイッチんとこ。ほんで、これは？あ、あ、なるほど、危ね。踏み台にしろってことね。で、ん？これは、はてな、行かないで、ジャンプ復活のやつ3つ取れば、いけちゃいますよね。いけるね。で、ワープに入る。
ったでござる。あ、意外とデス数そんなもん。ただステージタイムは結構かかってんな。んで、この後ってどうなるんでしたっけ？とりあえず、なんか、道が、あったはずだけど、なんか変わってたりすんのかな？どう？あ、もう道が開けてますね。だからこっちでいいのかな？あ、で、これか。どうしよう。であれば、ここもやっちゃいましょうか。多分、結構いい時間の動画にはなってると思うけど、ここはやっちゃいましょう。前回の、登っていくときよりは、簡単かな。こう。で、一回、ここ。で、こう。なるほど。で、この下どうなってるかだな。ちょんちょんと出る。は。で、これ二段ジャンプで、こう。あ、行った。で、ステージ6ですね。ここか。オッケー。じゃあ、とりあえず、今回この辺にして次回ですね、この下りのステージ6進めていきたいと思います。それでは、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。あ、見せらんない。見せろ。早く、早く、行こう。オッケー。なっはっは、もういいって。サブ、ヘイ、ヘイ、サブ、ヘイ、よし。やばい、うわ。あいつさえいなければ、ヒールやめて。うーマジで。